でここからちょっと,、えー、と解析的なあ、リモートセンシングの学問的なところに踏み込んでいきたいと思いますが、スライドで言うと、操作の丸5になります。えっ、ー、と、積雪と雲を分離させるというふうにタイトルを書いてますが、あの一番最初にお見せしたあ画像、雲で覆われていました。で、雲で覆われると真っ白になります。 で、えっと、今ご覧いただいている画像も、えー、白く見えていますが、これは、あの、関東は積雪のために白なんですが、まあ、あの、北の方は、あ雲もあ入っています。で、パッと見、えー、雲と、えー、雪っていうのは、わかりにくいので、それを、あの、識別する方法を、えー、ご紹介したいと思います。えっと、画像は同じ画像を使うので、 えっと、データセットもこのままで、日付もこのままで結構なんですが、このバウンドの組み合わせを変えたいと思います。えー、ここをですね、11、8、4という組み合わせで、えー、表示させたいと思います。<laughs> はい。えっ、ー、と、皆さんもトライしてみてください。えっ、ー、と、このようなあー、全体的に関東が水色の、えー、画像が表示されているんではないかと思います。いかがでしょうかできているでしょうかできていれば、何らかの反応、リアクションをいただけると、あ,ありがとうございます。 はいあ、ありがとうございますい。あの、オンラインはですね、なかなか皆さんの反応が見えないので、やってる方としては、えー、そこが辛いところであります。はい、ありがとうございます。皆さんから、あの、反応いただきまして、えっと、ちょっと解説をしますね。えっと、今表示させているのは、 えっと、バンドの11と8と4なんですが、えっ、ー、と、4は今まで使っていた赤のバンドなんですけど、えっ、ー、と、11と8というのは、えっ、ー、と、タンパ長赤外。 えー、ま、あるいは、あの、中間赤外と呼ばれている波長体と、それから近赤外の波長体を組み合わせています。人間の目にはあ赤外は見えないんですけれども、えっ、ー、と、衛星で測定することで、まあ、こういった可視化ができるようになってまして、えっ、ー、と、この赤外の波長体ですと、えっ、ー、と、雪の見え方、ま、もうちょっと言うと、雪に、への反射と、 それから雲での反射というのが違うので、えー、それを組み合わせると、おこういった画像が表示されまして、水色になっている部分は雪です。で白く見えているところは雲です。ですので、えー、と関東、茨城南部、千葉北部は水色になってまして、まあ、これはあのー、雲ではなくて、 雪のために白いんだ、白かったんだな、ということがわかると思います。で、北の方に行って、栃木の、まあ、日光連山のあたり、それから群馬県の方、こちらはですね、水色と白がこう合わさったような感じになってますので、雪が積もった上に、えー、雲がかかっているということがわかると思います。で、茨城の北の方にはですね、水色ではなくて、 えっと、白い部分が、えっ、ー、と、あって、こういったところですね。まあ、これは雪があほとんど積もっておらず、えー、雲が、あ、だけが表示されていると。もう一つ見分ける方法としては、あの、皆さんも気づきと思いますが、あの、黒い部分が、これは、えー、雲によって生じた影ができてますので、まあ、こういった影ができていれば、雪ではなくて雲ということがわかると思います。